きくなってないと意味ないもんね。種をもらいに来たってことか。素人だよ。パパなんて男に乗るやん。ドバイスか。なんか痛覚なるおっぱいじゃないんだけど、装甲としての恨みを磨かれるの恥ずかしがってるね。クレーンゲームみたいにしてやりて。陰獣っぽくやれるから。陰獣。うわ、酔わせて。マグマ行こう。マグマ行こう。マグマ行くの？マグマ行こう。けども、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それじゃあ早速やっていきましょうか。ちょっとこの時点でさ、はい、まず誰もわかんないじゃん、名前も性格も。わかんないわかんない。あ、ミリシラやる。ミリシラやろうよ。 あ、いいね。ミリシラだけでね。あ、俺一人だけ知ってるわ。でもえ、誰ですか？左から2番目がナオだよね。え、左から、あの短髪の子ですね。アホ毛が入ってる、うんうん、ナオって言うんですか、この子。この子多分ナオちゃん、なんかヤシロさんとかチャイカさんが昔ね、はいはい、やってた時に、はい、確か攻略してた気がする。ボーイッシュ系ね。ボーイッシュで。この子だけは。スカート短いな。みんなね、めっちゃくちゃキワキワ。え、誰が、まあ、この時点だと。まあ、パッと見で。パッと見でいいですよ。でもやっぱり私真ん中から2番目のあの巻き髪してる人。あー、悪くないね。なるほどね。お嬢様系なんだろうな。お嬢様系っぽい感じのね、すごくなんかいいなというふうに思いますけど。俺はその左と、はい、あ、水色の髪の子。あ、そうだね、はい、水色の髪の子と、まあ今、まあ、時代とかも考えて一番左も多分可愛い。いやでも意外と微妙なのかな、わかんないけど。まあわかんない。一番左も、うん、好きそうな気もする。あ、なんかゴシック系のね、うん、ちょっと中二病っぽさもなんか若干ありそうな。ありそうな。してるし。いや、僕結構ベタで、はい、まず金髪ツインって右側の。あ、まあ、この子は可愛いでしょ。あー、この子か。ねえ、うん、はいはい、と、やっぱね、ピンク髪で巨乳の。いや、それは体でしょ。さすがに。でも体が一番じゃない、結局のところ。いや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 。あ、ここ、いや、あんまりボディの方じゃないと、コウ君は。いや、ボディの方、いや、でもね、二次元だと正直ボディも込みで、うん、ちっちゃい子の方が好きなんだよね。あー、なるほど。うん。じゃあここでまずちょっとなんかその好みもね大きく変わって、誰一人として。噂は金がね聞いてますよ、マシロ君の。いや、こっちも聞いてたけど、まあ、案の定喧嘩になりそうな。まあまあ、でもね、一応理解の姿勢はあるつもりなんですけどね。まあただ一人しか攻略できないってなると、そうだから、結局のところここはあのみんなで意見をまとめて一人の女の子を攻略しようっていうことになってきますからね。なるほど。あ、じゃあもう今僕たちなんか多重人格で頭の中で戦ってるみたいな感じなんかな。そうそうだよ。だって後半がね、もう露骨にやる気なくなるかもしれませんから、うん、そっか、自分の攻略キャラクターじゃないから何でもいいよみたいな感じになってくると。まあでも、はいはい、まだビジュアルだけですから、やっぱりナイスバディといえども性格がね、すごく自分の中にグッとくるものがあったら、もうそっちに行っちゃう可能性もあると、うん、もちろんもちろん、うん、もちろん、まあ、そういう意味でも非常に楽しみになってきました、はい、じゃあやっていきましょうか。まあここら辺が、あー、なるほどね、メルマガね。暇か、暇か、お前も暇だろ、たまに遊びにつけ、友達なのかもしれない。うん、シゲくん。誰だっけ誰だっけここは誰だっけでいいでしょう。うわぁ、これさ、変身させて情報抜くんだろう。あぁ、やばかった、これもしかして。しまったよ、これ。やるの。やっちまったか。ちょっと、先走りすぎたか。早い。うわ、来てる。すげえ、だって。たった一人の親友の名前忘れるとか、いくらなんでもそれはない。どんどんお前にメールを送りつけてやる。え、やばい、捕まった、完全に。毎日来んのかな。あ、勘弁してほしいな。しげしげ詐欺かも。いや、これしげ実は女の子、女の子、子供の頃男として仲良くしてた女の子パターンじゃない、うん、それはね、結構好き。あ、そのパターン、そのパターンは好きだよ。男友達みたいな女友達。そのパターンはでもね、正直成長具合によるね。成長具合、その成長の仕方による、俺が好きかどうかは。ああ
え、でもあのメールの感じで結構ボーイッシュでオレオレ系なんじゃないでしょ。ボーイッシュで、うん、あれでしょ、おっぱい大きくなってるやつでしょ。おっぱい大きくなってないと意味ないもんね。いや、子供の頃男だと思ってたパターンのやつね、はいはい、うん、でしょ、うん、それは違うんだ。まあ違うな、あれもあれでオツなもんですけど。いいけどな。いや俺は主人公が、はい、その普通の家の子で、はい、でその男だと思ってた子がなんか実はお嬢様でとかだったら結構好きだけどね、うん、あーそこまで振り切ってほしいってことか。そう、子供の頃だから対等に遊んでたけど、はい、実は結構家柄違くてみたいなのは好き。うん、それは大人になったらもう無理よ。え、もう住む世界違うってなっちゃって、もうでも向こうはこっちへの好感度あるから。あー本当にだとしたらあるかも、うん、ちなみにそれって物語の着地点としてさ、結ばれてほしいとは思ってるんですか、それとも結ばれない切ない感じの方が好みとかっていうのはあるんですか。あー、それはねちょっと分かんないな。あー、でも どっちもありどっちもありではあるんだ。うん、その結ばれに決まってるやんちなみにそのパターンだと、うん、あの胸は人並み。あー、切ない感じで終わってほしい。じゃあもう金だけで見てるってこと。いや金だけで見てるとか逆玉乗ってやろうみたいな感じじゃないからね。なんかそういう普通にロマンチックとしてねロマンチックの方なんかそうあれだよね、あの、うん、秘恋とかそういう結ばれない恋みたいなところっていう部分も楽しみたいし、うん、身分を飛び越えたそういうロマンチックさもっていうところだよね。そうだよそうだよ身の丈に合った恋愛しようよってなっちゃうな。あもうちょっと現実主義になるんだよとりあえずアルバイトか、これ金は必要なのは、ま、じゃあ今日は、まあ、愛理さん以外はみんな指名できるっていうことですから誰できます。まあ、俺はののちゃん推しだけど、はい、まだ貯めとく。あどうする。でも早めに行ったらメールとかもらえるよ。そうだね、確かに。いや行ってみていい。あ、行きますか、ののさん。よし、分かった。じゃあ、うん、次ルイ行ってもいいよ。あ、じゃあ次ルイか。本当？え、でもぶっちゃけのののね、顔だけはね、この中で一番可愛いかもしれない。うん、あ、じゃあいいじゃん、のの行こう、うん、行きましょうか。ただこのの の, のって子は多分やばいぞ。え、なんとなく癖強系だよね多分ね。うん、多分強いぞこの子は。だからその行き過ぎてたらちょっとなっていうパターンもあるんだけど、はい、ただまあ癖強い子は俺大体好きだから。あ、快活系で癖が強いって感じだったらいいってこと。そういう、いや、よくない、よくない。あ、快活系はよくない。あ、でも快活なんか同行して快活だったら好きだな。もう非常識レベルでネジ外れてたら好きだね。あ、じゃあなんか期待できそうじゃない。飾りとかも結構とんがってますもんねこれ。うん、相当、うん、かしこまりました。はじめまして、のののです。未来からやってきました。キャラこう来たね。未来から系か。なるほど。いやーでものの意外と服エッチじゃない。おう、うん、エッチだね。これねかなり今いいよ。透けてる感じがね。いいじゃん。うん。理解一致したな。ねえ。本当？それってどういう意味？ユウは男の人だから、ノノノから見るとすっごい興味津々なんだ。あれ？どういう設定だこれ？だからこれからいっぱい観察するよ。男が滅びてる？これ男滅びてんのかな？え？だから過去にやってきて、男と設定持ってってこと？そういうことか。種をもらいに来たってことか。でもそうとしか思えないよね。あ、設定的にはありますね。なるほど。それだってもう最終的に未来に連れてかれちゃうけどね。いやでも、いやもう不要だから、うん、種だけだから不要なのよ。いいってことだよね。え、そんななんかバンクみたいなさ。ま、全然エッチじゃなくむしろ冷たいタイプの、うん、ああ存在しないからこそっていうね。じゃあもうユウの好みのタイプでいいや。何とりあえず答えるけど来ました。エッチな子エッチな子で。いや待って待って、はい、いやでもこの子だったら意外といいのかな。そうだ、この子はいいよ。
え、この子の目的はエッチなんだよ、だって。いや、まあ、そうとは限らない。まあ、そうとは限らないけど、でも確かに、この前のミアンちゃんにこれ言ったら絶対に気持ち悪がられるけど、うん、のののくんだったら、いけそうな感じはするよね。そうだよ。うん。最終目標なんだから。いや、でもね、はい。そうじゃないと思うんだよな。それだったら、うん、病院紹介すればいいだけだから。病院？うん。冷凍保存されてるやつをバンクの紹介してね。そうそう、紹介すればいいってことになっちゃいますから。いや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 。それはちょっと違うよね、やっぱり。じゃあノノノはね、男に興味があるんだよ。だからそんなね、ない声ってなっちゃうじゃん。何これって。こんなそんな変なバンク行って何声ってなっちゃうから。まあなっちゃうね。そうだよ。なるほどね、いやでもさ、やっぱ、いや行ってみるか。気になる。こっちな子。まあ、少なくともだっておっぱい小さな子ではないですもんね、ノノノは。そうよ。ああまあね。うん、でまず多分ね。エッチって何っていう感じになると思うんだよね。ああ。エッチな子か。あ、やっぱり。ほら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 。あ、いいね。エッチってのが分かんないからな。可愛いじゃん。でも見透かした顔してない？ちょっと。ああ。なんかそれは多分どうだろうね。気のせい。そうなのかな。なんか実は知ってる風な表情だと思うけどな、私これ。いや、これ知らないよ。本当に？これ知らない。いや、俺も知らない。あー、でもどっちでもありだな。どっちでもあり。あ、これやっぱムチよ。どうすればいい？うわー、ムチはパパ、うん、これはもうムチムチエッチよ。さあ。じゃあ、ののの自慢のアホ毛だ。じゃあ、タブケン？タブケン？タブケン？じゃあ、じゃあ。ノノノの話、真剣に聞いてもらえたの初めてだよ。うわー、嬉しいくなっちゃうけどね。ノノノかなりいいけどな。あ、いや俺はでも一個だけ引っかかってる点があって、はい、ね、ノノノが、うん、その人気上なのかどうかっていうところだけなのよ。あ、それによってそのエッチなっていうところの部分が変わってくるとか。いや違う違う、そのこんなに楽しく喋れたの初めてだよが嘘かどうかっていうか。まあどうなんだろうな。いや僕はね、そこはねいいと思ってる。何が？もう営業でいい。あー、その怖くさをね、はい、そう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 、あ、その怖くまな感じを楽しむってことね。うん、ね、全然それでいい。はあ、なるほどね。他の人にやっててもいい。でも最後にはね、僕の隣にいればいいんだよ。ああ、ラオウ的な。そう。まあそう言われてみたらそうな気もしてくるな。でしょ？このキャラで意外と計算高いってのもありか。なんかギャップもあっていいやん。まあちょっとそれも含めてちょっと解き明かしたさはあるな。でしょ？まだわからないからね。うん、作り方的にも仮に計算高かったとしても、なんでこのキャラに行き着いたのかっていうところも気になるところではありますよね。深みがある。飲む飲むよ、飲む飲む。いやでもルイ行くか、これ。いいよ、うん、行きましょう。行ってみる、行ってみるか、行ってみますか、まあ、印象変わるかもしれないからな。確かにね、うん、ああ、でもエッチ度で行ったらもうトップよ。トップ確かに、うん、トップ。え、でも正直エッチ度で言ってもノノノなんじゃない？そうなんだよ、なんかノノノがね強かったからね。ちょっと思ったよりエッチだったもんね、ノノノ。そうなんだよ、あれは相当いやらしい。ノノノの肩結構好きだったな。あー、出てる感じね。いや、服装だな、ノノノは。あとスリットが深い感じがめっちゃ良かった。谷間を黒で隠すんだよ。いや、ノノノはね、肩だね。肩か。肩？あ、素人だよ、肩なんて男にもあるやん。あるある。いやいやいや、全然違いますから、筋肉のつき方が。何言ってんの。ないところを求めなきゃ。骨盤周りとかね。ないんだって、あれは。あるようでないんですから。ほら、こういうのよ。楽しくすんの。やっぱ肩のの のがいいけどね。同じやん、肩。いや同じじゃないから、全然同じ。はじめまして、ルイです。それじゃあ緊張を解く方法を教えてあげる。ほう、教えてくれるって。その人の目とか顔じゃないところを見るの。もう一個しかないじゃん。1個しかない、ね、ルイさんだったらね。これ一個しか見るとこないよ。肩じゃないよ。肩じゃないか。肩じゃないですよ。売りなんだろうね、多分。こう見えて昼間は教師なの。
教師てか公務員がいいのかなこれ、ね、あやってしまいましたなこれ。これバレちゃったら大変なことになるやつだよ。宗教じゃんよく考えたら、公務員まずい。ちょっと許されないやつかな。どう、一体どこを見て、あ揺れたよ。目と顔以外を見るって私の胸を見てたの。男の、そういうあれじゃないの、胸に誘導してたわけじゃないんだよ。そうっぽいね。うん、そうです。教師だからちゃんとね、アドバイスしてくれてたんだよ。なるほどね。横島な気持ちではなかったっていうことか。いいやん。一回あれ回り切ったらもう一回延長しないといけない。来た。来た。さて、こっからが本番よ。横須賀ね。まあ会話だよね。会話でしょう。うん。デートしよう、デートしようよ。いきなり攻めすぎじゃないですかそれ。いやこれ多分この先生はね攻められ慣れてないからね。あー行った方がいいんだよ。まあでも行ってみるか。いいよ。そうよ、うん、ちょっと練習しようかな、うん、そうよ、うん、まあ、ここでなんかかわされてもね、なんか次に繋がりそうな感じはするし、うん、まあ、経験値積もう。うんうん、それもいいけれど、もっと楽しいところもあるんじゃないかしら。もっと楽しいところ、どこどこ、教えて先生、どこに行きたいの、どこだ、どこでも連れてってあげる。本当、じゃあドバイに連れてって。ドバイ落ち着いてる。これもしかしたら真っ白くんの言ってること合ってるかもしれないよね。そうだね、ヤンキーとかああいうのがいいのかもしれない。マジでドバイってさ、一番成金が行くところでしょう、ね、ドバイなんかドバイドバイっすかなんかこれあれだよ、このお金稼いだら真っ先にロマネコンティとか飲み出すタイプの人でしょ。てかドバイ連れてってはやばいね。逆にさ、うん、初対面の人とさ海外旅行行けんのかよっていう話だから。ドバイ、まあ、ドバイか。でも俺がちょっと無理だよ、ちょっと気まずい瞬間とか絶対訪れるじゃん。海外旅行なんかなったらね、うん、ちょっと一人の時間欲しいな。まだまだね、日帰りぐらいの方がいいよねやっぱり、うん、まあ延長はしましょうか一応。する、入ってもいいけどな、もうそんな感じのテンション感になっちゃったの。ちょっとドバイだし、ドバイあれ真白くんが一応最初あれだったんだけど、ドバイのサメえぐいな、ねえ、なんかドバイで冷めた、100年の声が、ドバイで冷めちゃったんだ、うん、じゃあやめとく、金の無駄だね、この金でドバイ行った方がいいよ。いや、もう真っ白一歩成長したな。あ、もうドバイ行こうみんなで。あこの先生置いといて、あこの先生置いといてドバイ行かねえかよ。まあ確かにあそこが一番、ね、謎になっちゃったよね。あさっきは ねなんか真面目で清楚な人かと思ったけど、最後の砦でレオスが崩れたな。ちょっとね、なんかあ普通に慣れてきたな私も。牙城が、うん、牙城崩れちゃった。このアングルになっても誰も反応しないんだもんね。あ、確かに。マジで。確かに。もう今コメント欄見てたもん。見よう。だったらアイリかな。アイリ行きたい？まあアイリにしよう。アイリ、ね。うん、全然いない。アイリもなんかほら髪型とその頭につけてるのから見てもちょっと不思議っぽそうじゃない？しかもかはある。てか関節のところがライン入ってるから。うん、え、ロボ？ロボの可能性があるよ、アイリーは。そもそもロボ？あ、行こう。アイリーね、私名はアイリーさんですね。ほぉ、はい、アイリーさんです。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ、いいね。え、ちょっと気になってたよ。いい、ね、ロボットかフィグマだね。どっちか。いや、ロボであってほしい。テーブルついたちっちゃいのが1個置いてあるとかね。うん、ポンって置いてる可能性あるからね。最悪すぎるでしょ、それ。この子と話しててくださいって。ぼったくりすぎる。話し方とかもね。ご指名感謝いたします。あ、やっぱロボ。おあ、ロボだねこれ。おお、なのです来た。なのです、なのです、なのです。お客様の認識コードをインプットしますので、お名前をどうぞです。あ、いいね。お、なんかいいね、出だしとてもいいんじゃないか、ね、よろしくね、アイリちゃん。
あーいいね、失敗してくれるのいいわ。あロボットは失敗しないと。ポンコツロボったのかな。このデザインは博士の趣味なのかな。あーそうかもね。関節とかああいうところのライン見せるのは分かってるよね。まあ、でもそれは分かる、うん、うん、やっぱなんか人間とロボットの違いが明確に出てるデザインのアンドロイドっていいよね。はい、なので、でも俺メカバレも結構好きなんだよな。メカバレか、腕とかがこうやって切断されてお前みたいな感じの。そうそう、分かってない段階で、うん、最初分かってない、あの分かってない感じでっていう。あ、また確かに、うん、それは分かる。いやでもなんかこういう人型じゃなくてさ、うん、あのちゃんと走行があるみたいな感じの、なんだろう、うんうん、なんかもうゴリゴリのロボットみたいな感じ。はいはいはい、のもねいいよね。それはもうエッチに感じるの？うん、なんかいやフェチズム的な感じじゃない？どっちかっていうとフェチズムか、フェチズムかな、ワクワク的な意味での性癖っていうかさ、なんかそれはもうなんか性癖とかじゃなくてもう趣味じゃん。まあまあまあそっちに近いかもな。でもまあテンション上がるロボやん。なんかそういう感じ、そういう見た目ゴリゴリのロボットなのにもかかわらず、うん、なんか例えばでおっぱいとかも硬いわけよ、うん、走行みたいになってるから。それをなんか例えばさ、そう整備のために磨いたりするときに恥ずかしがってたりするとなおいいな。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。硬いんでしょ。わかるわかる。だからでも実際にあの痛覚のあるおっぱいじゃないんだけど、走行としての膨らみを磨かれるの恥ずかしがってるね。あ、わかるわかる。ゴリゴリロボットのアンドロイドみたいなね。そのなんかあれだよね、その精神的なっていうか、その姿勢的な周知だよね。そう。わかるわかるわかる。わ、いいね。あ、俺ね、そう、あのドロステルお嬢様大好きなんだよ、コメント欄。わかる、めっちゃいい、うん、いいよね、いいよね。そう、そんな感じよな。うん、やっぱドロステルにはドロステルの周知心があるからね。そうそうそう。あ、何言ってんだ。ねえ、もうこう週一で来てるからね、ちゃんと。あまねさんという子が認定しました。あまねさん、少し恥ずかしがり屋ですが優しい女の子です。うん、ぜひ一度お話ししてあげてください。いや、恥ずかしがり屋の子をね導いてあげるのいいやん。あー、ちょうど入店したてだし。はじめまして。思った以上にドギマギしてるな。ねえ、脅されて働かされてんのこれ。まあ拳銃突きつけられてる可能性はある。うん。まあでも今のマの発音好きだけどな俺。そう、いやこれね、俺ね、あまねさん多分ソロだったら好きになってるわ。あ、そうなの？うん、あのソロ配信だったら好きになってるかも。はい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 。逆になんでソロじゃなかったら好きになってない感じになるの？それは。いやなんか好きになってないってことはないんだけど、あのこのタイプは、はい、俺の中のワールドでいじってるうちに好きになる。あー、はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、そのソロ配信で。あまねちゃんで遊んでるうちに、うん、あまねちゃんのこと好きになると思う、絶対。ああ、うん、そのワールドもっと出していいんだよ、うん、いや多分難しいんだよね。まあでも、うん、確かに何だろう、遠慮とかじゃなくてなんかディスカッションがあったりするから、意見の変わりとかがあるから、そう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 、必ずしも一貫してずっとね、そのテンション感保てるわけじゃないんだよね。そうなんだよね。頑張れ。なんとなくそれ分かる。なんで自分もそうなった感じたもんね。あまねちゃん転生してるじゃない。カスタカスタだけど。よく言われます。私の方から。あ、いいね。でも俺対面でメールするの好きだな、このシチュエーション。対面にいるのに。そう。え、携帯みんなって思わない？あ、いや、挨拶のやつを。いやいや、お互いでしょ、お互いででしょ、その、この子と俺との間ででしょ。ああ、ああ。だったら別に。飲もみやん。飲もみで顔合わせてるんだから。いやいや、何言ってんの、そう、なんか、こそばゆさがいいんじゃん。こそばゆさ？そう、その、あえて、目の前にいるのに、喋らないで、文面でやるのがいいんじゃん。
の家帰ってからでいいやん。え、全然違うじゃん。家帰ってなんてそれただの普通のメールじゃん。そうやん、メールなんて普通そうやん。いやいや、何言ってんのよ。違いますよね、その喋ればいいじゃんまで込みでのやり取りじゃん。ちょっとよくわかんないな。わかんないか。わかんない。場所によるのかもしんねえ。学校とかで周りのクラスメイトになんかそのいい感じの仲であることがバレたくないから、なんか同じクラスなのにもかかわらずメールとか LINE とかでやり取りしてるっていうシチュエーションだったらなんとなくわかるけど、なんかこういうのもあり。え、まあ、オープンにしたい、しちゃいたいタイプ。オープンでいいやん。お、俺の彼女って。あくまでいや、いいんだよそのこそばゆさが。あ、こそばゆさか。そう、優しい方でよかったです。これマシロくんだったら言ってもらえないよ多分。だね。怖い人だったら いじめたくなっちゃう。これちょっと任せてみていい。ああ確かに。何を飲ませたいのかなとかってもあるじゃん。あ、ねえ、うん、ここでなんか水とかだったらね、それはそれで、ね、あっぽいなとも思うし、安いのだったら思うしね。任せる。まあ、ちょっとした意地悪だよねこれって。あ、まあでもなんかやりとりの中でいじめるのはありだな。うん、あ、たくさんいじめよ。あ、カクテルのライトね。なんか俺はあれにしたいな、あの、だから例えばどっちにコイン手に入ってんのどっちでしょうみたいなので、どっちにも入ってないみたいなさ。あ、意地悪、手品意地悪ね。そう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 、それでどう突っ込むのかとかでちょっと性格を見たいな。あー、いいね。なるほどね、確かにそれちょうどいい塩梅かも。あ、うん、外したら一人殺すって。あー、いいねいいね、それもいいじゃん。外したら一人殺す。あ、いいじゃん、それはいいと思うよ。めっちゃいいじゃん。意見があったな。どうなんだろう。いや、わかんないな。じゃあ、はるか行かせていただいてもよろしいですか。あ、いいですよ。いいよ、行こう。はい。やっぱ高飛車であってほしいですよね、うん、お嬢様といえば。あー、あー、な、想像つくな字ですよね、品格のね。なんか後ろ撮ってる。なんかいる、いる、いる。あ、なんか SP がいるぞ、SP が。見られながらお話ししてもらうってこと。これちょっと気まずい ね。何これ、怖いな。セクハラできないよ、ね、ほら、なんかうんって咳払いしてるから、お見知りおきを。下手なこと言えないぞ、ね、これ怖い。申し訳ありませんが、あなたが操作してくれませんこと。わかんないんだ。あー、もう全部なんか秘書とかがやってくれるから。何をおっしゃってるのかしら。なぜ私が操作をしなければなりませんの。あ、悪いからかってことかな。どうなんだろう。いいですから、ほらほら早くなさいの。これ大パン案件？へ、いや、大パンは今のところゼロだけど、私は。本当？うん、大パン案件なんすか？今のお前がやれって言わない？こっちは客だぞじゃは通用しない？うん、多分そうじゃないんじゃない？違うか。なんかそう、お嬢様じゃない人に言われたらちょっとあれだけど、うん、まあ、お嬢様であるのであれば、あ、そういうもんなのかなっていう風には思っちゃうかもこれ。まあ、じゃあそっか。うん、まあ、先入観か。これ僕が悪いわ。名前登録ですか。ミジンコでお願いします。ミジンコ。これね、これはさすがにでしょ。大パン案件かもね。いやー、まあ、てかなんかこういう多分自分のお嬢様キャラを使って、うん、コミュニケーション取ってきてる感じはある。だとしたら私結構悪、まあそこまで嫌じゃないよ、ミジンコ。わかるわかるわかる。お嬢様にミジンコって呼ばれるのは別に嫌いじゃない。ああ、やっぱそのド M かド S かみたいな感じなんかな、じゃあ。なんか普段から、いや、うん、でもね、あ、でもわかるかもな。なんか結局そこまで含めて仲いいみたいなとこあるくない。信頼関係に基づいたっていう。うん、なんかちょっと少年漫画っぽいかも。このミジンコみたいな、うんうん、言いつつ結局その関数重ねた頃には俺のこと好きになってるんだよね、はい、ああ、まあ、エヴァのアスカみたいな。まあそうかもね、雑に言うと、うんうん、で聞くと分かるかもな。どうするのかしら。あのー、
いいよ。バナナ食わせてもいいっすか。あーいいよ。あーえ行ってみますか。まあ、お金結構余裕あるしね。うんちょっとね、今後屈服した方が早いと思うわ。ちょっとね。うん。あ、いやでも変わった変わった画面変わった。あ、あ来た来た。お口あーん。お口あーんか。あこれちゃんと見といて。制限時間内に全て食べさせてあげると成功。女の子の顔を食べ物で汚さないようにくれぐれも注意しましょう。これ汚すのもありってことか。そういうことよ。要はね。逃げ。よし。あ、ちょ、めっちゃむずいこれ。ああ、や。え？あ、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 むずい、むずいこれ。ここか？あ、これ面白そうだな。え、いいな。え、なんか。あ、食べた食べた。あ、あ、そういう感じか。あ、いったいった。はいはいはい。あ、メロリ。え、これさ、クレーンゲームみたいにしてやりて女の子にさ、なんかやら操作させてさ、うん、はい、失敗みたいな感じでさ、いや、それ、売れるよね、やりたくねそれ売れるよ向こう側に空間把握させて、はい、で、その、軸ミスったら、はい、失敗、ぐちゃ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 みたいなね、あ、女の子のね、オンラインのね、そうそうそう、オンラインプレイゲームみたいな、あそれはね売れるよ、これやった方がいいよね。はい、あ他のおつまみでもあんな感じのやつがあるのかな。どうなんだろう。次なんかナッツとかもあえて言ってもいいですよね。なんか投げるとかもありそう、じゃあ口に、うん、やりたいそれ。あのさあれあれあるじゃん、節分のさ、はい、日にさ、うん、遊ぶじゃん、その、うん、ね、空中に投げて、はい、あの口で掴むみたいな、はいはい、それやって遊びたくね。やってくれるかな。ああ、まあれ池の恋ごっこ、はいはいはい、パクパク口ね、そうそう、パクパクさせて、平行じゃなくて上向いてくれてた方がいい。そうそう、上向いて浮かせて、行くよって言って、うん、ちょっと高めに投げて、はいはいはい、それをあの口に直接入れるっていう。あーいいなー。あーこれ良くない？偉いねー、よしよしよしってね。そうそうそう苦手な食べ物タイプちょっと聞きたいな。ふさわしいタイプってどういう意味だろう。でもねえ、うん、聞き方がなかなか。好きなタイプじゃないのか。ねえ聞いてみよう。ふさわしい男ってどんなタイプだろうね。私にふさわしい男、そんなことを聞いてどうするのよ。単純に興味があって。私にふさわしいのは、お、獣のような男。おお、獣。ええー。後ろにいるけど。男よ。いや、これ僕のことだよ。違うんだ。なんか本当に野山かけてキノコ食ってるような野生味だよねこれって。いやいや、でもこうね、うん、よく獣って言われるよ。それは多分コメントとかでじゃない、うん、陰獣っぽくやれるから。それ陰獣陰獣とはちょっと違うでしょ。それは絶対に絶対違うよ。陰獣は違うわ。ただの獣じゃダメ。ほらあれ真っ白え、これ見えた獣だって。これ僕よ。これ陰獣のことじゃない。かもしれないな。なろう、陰獣に。陰獣に。陰獣になろう。俺だったらもうすぐおで食うってなっちゃうから。化け物の方。そうそうそう。おでお前食うって言っちゃうけどな。今日初めまして。ご指名ありがとうございます。はいはいはい。はあ。ほうほう。うちはレイカって言います。あら、あ、可愛いじゃん。ねえ。ねえ。うん。十分強そうだけど。んお、なんや今なんか言うた。いやそうだな。え、いい子で可愛いんだけど、なんか自分には合ってないんだろうなって思うな。あーあーね、うん、なるほど。いや、え、でも悪くないけどな。うん、じゃ、うん、可愛いんだけど。いや、ノリいいし、可愛いし、見た目いいんだけど、こっからどうやってエッチな要素を見出すかって感じだな。友達になりたいとで言ったら一番かもしれないね、うんうんうん、飲みに誘いたい、雑にね。いやでも可愛い、うん、可愛い一面もあるし、いや仕草とか良かったね。あ、コスチュームのせいなのかもしれないな。あー、そっか、コスチューム
え、うん、俺でも正直胸チラは一番この子がエッチだったと思うけどな。え、ほんと？いやでもそれは、うん、胸チラしてた？してた、してた、してた。してなかったよ。全く見えなかったよ。してたよ。序盤の方でしてたよ。胸チラしてたよ。全然見えなかったけどな。え、だってさ、その胸チラ行きますせんの胸チラなんて意味ないって。うん。頑張って見つけるってことね。見つけるっていうか、そのこういう子のなんかそういう、うん、一面というか、はい、ちょっとガードの緩い一面だったりとか、うん、ギャップだよ、ギャップ。ギャップか。うん。いきます、いきます、いきますよ。はい、めっちゃいきますよってさ、されたってさ。グーンってな。そう、別にやっぱテンション上がんないじゃん。そっか。いっちゃいますよ、いきますよ。さあ、さあ、今から胸チラの方行かせていただきやすって言われてさ、胸チラされたってさ、コールみたいだね。そんなのテンション上がんないでしょ。いや、僕は今まで行きます行きますだったんだよな。あー、そっか。ちょっと次はね、うん、もうちょっと目凝らして見つけてほしいね、その瞬間を。うん、僕が本当に頑張るわ。頑張って頑張ってほしい。頑張る。あ、毎度霊界で、オッケーオッケー。なお行ってみる。あー、まあそうだね。うん、まあちょっと有名どころというか、うん、この子が人気上かってところをね、そうそうそう、ちょっと俺たちの目で見極めて、うん、しっかりと、うん、また別の不慣れさというか、あ、もっと快活な感じで、あ、なるほどね、あ、僕っ子で、はい、ちょっと待って、そういうことか。かわいい。来た、うん、刺さってる。うん、いや、これは確かに人気出そうだな。出るよこれは。可愛いしエッチなところもね、全面にある。こ、太ももとこやばくない？だ、あ、だってエプロンで隠してるもんね、これ。そう、これがやばいなって思った。そう、あ、本当だ本当だ、これ。もっと元気はつらつな子かと思ってたけど、うん、ねえ、ういういしくていい。ギャップがあるね、めっちゃくちゃ。失礼のないように普段通りで話していいよと。ウェーブはハマってるねえ、相当来てないか。うわ、酔せてマグマ行こう、マグマ行こう、マグマ行くの、マグマ行こう。オッケー、わかった、コンディションも関係あるってことかね。あ、重要ですね。おつまみでバナナ、バナナかな。はい、え、普通に食べさせた方がいいですか、ちなみに。いや、ちょっと暴れ、ちょっとクレーンゲームしようか。ちょっと暴れていいよ。はい、はい、わざとさ、その口の横のとこに外してみようよ。そう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 、うん、了解しました。ほっぺたあたりかね、うん、多分。うん、え、もう顔がやばくない？確かに、トロンとしてる、トロンとしてる、ね、表情がこれ、あ、なんかこの画面はやっぱ可愛いな。ねえ、ねえ、猫みたい、猫みたいだね。目が動くのかね。これティアワンでしょ。目に行こう。目は目、いや、これは違うよ。眉間でしょ。眉間か。じゃあ、なんか鼻のとこ。え、待って、あ、そこだ。あ、俺だったらね、これあれだね、鼻を中心にして、あの外側に、あの化粧水なじませるみたいな感じで。はいはいはい、塗り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 か。そう、ピッ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 って。クリアしないと効果度上がらないよ。あ、そっか、じゃあクリアだけはしとこうか。うん。3回？あ、3回だ。いっちゃった。ペロリ来ちゃう。ペロリ来た。いや、ここ最後の表情やばいって。いや、この子なんかすぐに彼女にできそうな感じだな。いや、でも俺彼女が想像つかないんだよな。あ、ほんと？なお、うん。隣にいてる姿は思いつかない？まだ思いつかないね。見返してやろー！ウー！2回、楽しそうだな。絶対でも多分マシロくんのが正しいんだろうな、多分ドリクラの楽しみ方的には。いやー、なお良かったな。なるほどねー。